どうも初心者です、よろしくお願いいたします。今日もガチャ引いていきましょう。ガチャしかやることないんで。はい、今回こちらですね、ステップアップ福引き最終奥義スーパーノバということなんで、まあちょっとこのガチャが出てから、ちょっと遅れましたけども引いていきたいと思います。まあ、いるかいらんかって言われたら全然わかんないんですけども、とりあえずなんかドラクエ9のね、なんか新しい、武器ということなんで、まあ、とりあえず引いておきたいですね。この先もしかしたらね、なんか必要になってくるかもしれないんで、その時手に入ってなかったら、ああん時引いとけよかったなとか思うのもね嫌なんで、引いていきましょう。今回1人2周ということなんで、まあ、1周で50連ですね。2周回ったら100連なると思いますんで、今回ジェムね結構用意してきました。今回こちらでね、ちょっと引きたいものがありまして、ちょっとねよくまだわかんないんですけども、この銀河の剣についてるこの覇王山っていうのがね、なんかかなり強そうな気がしたんで、これもし引けたら、あの勇者の剣にねちょっとぶっ刺したいなってちょっと思ってきました。これ多分強いと思うんすよ。まだね、あのやり始めて15日目ぐらいなんですけども、なんかすごいダメージが出そうだなと思ったんで、これ欲しいですね。で今回ねこの審判の、兜とかこの神話の鎧上下とかね、これ揃えたらマジでかっこよくないですかね。このね装備見ただけでかなり一目惚れしました。という感じで今回これぶん回していきたいと思います。それでは行きましょう。レディゴー。さあ引いていきましょうか。とりあえず10連目、これですね、行きましょう。さあ幸先のいいスタートお願いしますよ。はい、行きましょう。せーの、スキップ。お、いいね。おお、止まってしもた。とりあえず一枠確定ですよね、最初の1回は。っていうことは途中であるあの星5はいい可能性がある。あー止まるね、どんどん止まっていくね、申し訳ない。はい、さあ次ですよ。次来るか、一発目から来るか。さあ来いよ、ちょうだいちょうだい。さあ新武器来い。あ、ダッサ、何これ。プラス聖騎士のヘルム、ありがとうございます。かなりブスですねこれは。はい、いいでしょう。これ星5なん、星5でいいのか、あの形してて。はい来い。あ、何これ。よし、マジかよ、覇王山ゲットできたぞ、一発目から。マジか、いいぞこれ。やったー、これは熱いやろ。マジかよ、もうやめようかなガチャ。いいねいいね、これどんどん欲しいっすねこれ。はい、ステップアップには限定装備2枠確定、いきましょう。いきなり激アツですねこれ。まだあの星ドラの動画2本目でこんなにずっと神引き続けてよろしいんでしょうか。行きましょう、スキップで。ああ、1個光ってますね。2枠確定やから、これはもしかして新武器、新武器両方とも欲しいですね。んー、オーロラの杖、はあ、ちょっとね俺杖を使うような、なんかそういうね、あの職業についてないんで、どうなんかね、なんかあんまり魔法がねこのゲームそこまでまだ強くないみたいなことを聞いてるんですけども。はい、セラフィムの、むずいな、セラフィムの帽子。はい、どんな能力ですかこれ。オーロラの奇跡、微妙っぽいっすねこれは。まあまあまあじゃないですか。わかんないですけど。なんかあの前回と同様ね、なんかいいの引いてたらコメント欄でちょっと教えてくださいね。もう本当に何もわかんないんで。はい、次はですね、2枠プラス星5。おー、いいね。じゃあこれ3つ光るってこと、これめっちゃ熱いんちゃうんこれ。星5の装備全然持ってない俺からするとマジで神ガチャじゃないですか。ほい、いいね。あ、なんか、ん？何あれ？何あれ？なんか被ったけど分からん。なんだあれ？バトンみたいな。ほい！なんか良くなさそう、これ。なんか、聞いたことあるな、これ。星砕き。これ、まあまあいいんじゃないんすかね。はい。おー、いいね。どんどん止まっていくよ。まだ新武器は出ていない。さあ、来い。あ、これあれやろ。あれや。来た、あれ。神話の鎧上。これ、マジかっこよくないですか、これ。これマジで貴族の服やろ、これ。めっちゃかっこいいんやけど。金色の装備はマジで熱い。ん？あ、これも今回
ピックアップされてるやつなんでしょうね、これ。さっきも出ましたね、このセラフィムのなんちゃら。いいね、これ。これどういう意味、これ。ターン開始時 20% で特技の、これクリティカルかなが 25% 溜まる。あー、いいんじゃないですか、これ。これちょっとロマン法できるんじゃないですか。星砕きって何？星を砕く S。あ、なんか強そうやな、これ。おー。多分強い、これ。あざっす。いいね、順調ですね。いいもの手に入ってるんじゃないですか？はい、次は？2枠、多数星52枠確定。熱すぎるやろ、マジで。はい、次、ステップ4。2枠プラス星52枠確定ということで、4つ光るということですね。まだ出てないぞ。早く来いよ。とりあえず、まあ、100連引くということなんで、一つずつは欲しいですね。新しい武器。行きましょう。スキップ。いいね。いい感じで光っておりますな。はい、来たぞ。止まったぞ。さあ、来いよ。新しいやつ。ほい！あー、ダサいなー、これは。なんか、聖騎士系はどうなんやろ。あんまり良くなさそうですね。なんか、古そう。なんか、大昔の装備みたいな感じですね。あ、なんか今、あれですね。神話の鎧、上出てましたね。よし！来た！新装備ですよね、これ。ハイパーノバー。やりましたぞ。おい。どういうやつですか？これ。威力50の馬騎属性4回攻撃。すごいですね、これ。いいんじゃないですか？これ。よしよし。来ましたね。はい。で、次ですよ。最終です、最終。最終はどうなるんですか？はい。ステップ5、2枠、プラス、星5、3枠確定、やりすぎやろ。マジかよ。5個光るってことやろ。行きましょう。ほとんど光るじゃないですか、これ。はい、行きましょう。いい感じで来てますよ。はい、これ50連で折り返しになりますね。せーの、ほい。おー、なんや、もう確定分しか光ってへんや。もうちょっと光っといてくれたらいいんやけどな。はい、ダサい。玄武の兜。はい、落つ。さあ、これ、オッケーオッケー、止まった止まった。あー、楽しみ。せい！あー、ピエロ。ピエロみたい。なにこれ、ミラクルコート上。絶対弱い。もうね、見た目でちょっと判断してんの、ちょっとあんま良くないな。ちょっとそういうのやめようか。おい。いいぞ、いいぞ。どんどん止まっていく。ん？ちっちゃ。見えへん。なんだこれ。闇の鉢巻き。多分、これも微妙やと思う。まあ、見た目装備やったらかっこいいかもしれないですね、これ。見た目装備やったら神話系の装備が欲しいですね。セラフィムか？おー、当たった。なんかそれなりの色してたからなんか分かったね。セラフィムの弓。俺全然言えてへんな、セラフィムって。はい、あ。あ、これもセラフィムやったっけな。はい。まあ、ローブはいらんよな、正直ね。これ気になるな、これ。絶対この装備弱いな。なんかもうついてるメインスキルがそんなに強くなさそうなんでね。はい、これでただいま50連終了ですね。さあ、ここから。はい、もう一回1からかな。ステップ6。あ、そういう感じ？あ、これから1に戻るんじゃなくて、このまま10まで行くっていう感じですね。やってやろうじゃないですか。はい、行きましょう。今回1枠確定ということで、せい！あー！確定分だけ。これは、あ、つら。はい。なかったことにしましょう。まだまだ、まだチャンスあるから。はい。2枠確定。いきましょう。2枠の時が2つだけ光ってたらあんま良くないってことですね。やっぱそれ以外光ってないとね、なんかあんま良くないみたいな感じしますね。2枠だけかーい。はい。スーっていくね、スーって。俺まだそんなにガチャも引いてないのにさ、その虹で光ってる宝箱スーっと行かれたらちょっとね、寂しい気持ちになる。星砕きと神話の鎧上やな。うん、わかる。俺もすぐ覚えるから、すぐ覚える系配信者やからな。はい、行きましょう。もうちゃちゃーっと行きましょう。ちゃちゃーっと。はい、さあ、残りもうちょっとで終わりそうですね。せい。おー、いいね、いいね。いい感じで光ってますよ。わーし。ちょっと待って、鎧の上ばっかりなんやけど、鎧の下欲しいんやけど。おー、ヘルメットみたいな。なんだこれ。グリムゾンヘルムね。はい。
多分そんなに強くなさそう。せい、あ、いいねいいね、止まっとる止まっとる。はい、あ、来ましたわ、よしえちゃん来たー、よかったわマジで。新装備とりあえず一つずつゲットできましたよ。はいはいはい、これはオッケーですね。はい、最終奥義、これは3回攻撃なんですね。なんかすごいね、なんかバフをガンガンかけていくような感じなんでしょうかね。いいじゃないですか、見た目も全然かっこいいしね。ありがとうございます。ちょっと神話の鎧上が出すぎなんでね、ちょっと下とかね、盾、神話のウロボロスの盾も欲しいですね。これあとはもう神話の鎧下とウロボロス欲しい。行きましょう。出てくれへんかな。100連した100連ぐらいやったら揃わんもんなんかね。はい、めっちゃ光っとるね。あ、かぶってるかぶってる、かなりピックアップ出てますね。はい、うん、ローズウィープ、わー、おー、あっあれ新装備出たんじゃん今の。もう一個せい、あ、これはなんかあんまかっこよくないな。水の羽衣はね、なんか聞いたことあるんやけど、なんかね、微妙じゃないですか。お、いいねいいね、どんどん止まっていくよ。鎧下来い、鎧下、あ、かっこいいわこれ、かっこいいぞ。カイザーアックス、なんかシンプルな名前やけど、なんか見た目はすごくかっこいいですね。はい、オッケーです、オッケーです、かっこいいのはオッケー。あえ、めっちゃ出たやん。へい、あー、ダサいわこれは、ダサい。俺の私服みたいな感じやなこれ。あー、なんかもうちょっとダボっとしたジーンズにちょっとティンバーランド履いてるような感じ、俺みたい。はい、いいじゃないですかこれ。新装備今2つ出てましたからね、盤面に。オッケー、はい、これステップ10、え、ラストん、ラストなんかこれ。いきましょう、最後はね、ちょっと神話の鎧下欲しい、盾もウロボロスの盾も欲しい。せい、確定分だけか、うわー、さあ来い、下来い、下、ほい、あ、何これそのままゾンビキラー、これ絶対ゾンビに強いやつやろこれ。これも対ゾンビ相手は最強みたいなやつやろこれ多分。さあ来いよ、来い、せい、あかん、これはあかんやつや、如来のコーン絶対あかんやつやこれ。うわー、マジかー、神話の鎧下出えへんかったか、ぐぬぬ。はい、これ終わりかな、これでシャットアウト。はい、ということで今回はですね、まあ目当ての銀河の剣、新武器ですね、最終奥義が2つ、ハイパーノバが2つ手に入りました。そしてですね、体上はですね、神話の鎧がなんと4着も出ました。こんないらんやろマジで。神話の鎧下とかさ、盾とかあったやろ。まあ頭も出てなかったしな、もうちょっとバランスよく出て欲しかったですね。まあ言うてね、まあ今回欲しいものがまあまあ手に入ったんで、まあよしとしましょう。はい、という感じで、今回の動画を終了させていただきます。よかったらですね、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。